インタビュー受けてくださってありがとうございます。なんかインタビューさ、する側やからさ、いつも。そうだよね。うん。うん。なんか受けるのって新鮮で、なんかいいな。え、最近なんかインタビュー受けた記憶ある？何かで。ない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 。全く。人のことばっか聞いてる。なんかメディアとか見ててもやっぱりさ、なんか発信する側にもなっちゃってるからさ、聞かれるってこと体験がないとね。なんかこうやってき、あの話を聞く側の人が聞いてあげるっていう機会をもうちょっとなんか作っていきたいなと思ったわけですよ。あ、ありがとう。ありがとうございます。取り上げてもらって。今日はね、今のことについてまあ聞いていきたいなって思ってて、もう早速だけどいい？質問考えて。もちろん、何でも。結構何でも答えます。ディープな質問いくからね。大丈夫。なんか多分、日本でやってて、まあ、ドイツも行って、今韓国行って、年齢も30も過ぎて、いろんなところでさ、うん、いろんな経験してきたと思うけど、その今現在とその前までで、うん、なんかサッカーの向き合い方ってなんか変わった？変わった、めちゃくちゃ。え、なんかさ、やっぱこう見えてすごい真面目っていうか、なんか自分で言うのもあれやねんけど、真面目っていうかすごいこだわりが強い。日本にいた時はサッカーのために毎日一日を過ごしてたから、もう練習のために午前練やったらもう夜は早く寝るし、もうご飯もしっかり考えて食べるしっていうのをめちゃくちゃ意識してやってて、だからオフがあったとしてもオフの次の日が練習やったらもうオフの日は早く切り上げて帰るみたいな家っていう、もうほんまにサッカーにこうやってんけど、なんかもう韓国行ってすごいなんかそれが変わったっていうか、もうちょっと気が楽になった。きっかけは何かあった？いや、きっかけは何やろう、そのやっぱ違う世界に触れたからかな、違う文化とか韓国の。それでなんかやっぱあっちやったらさ、一人やん、ガフナーの他にまあコートジボワール人もいるけど、でもチームには日本人が一人やから、なんか一人の時間も増えて、なんかすごい自分のために使える時間が増えて、なんか自分で考える時間が増えた。日本にいるときはなんか忙しすぎて自分に時間を作られへんかってんけど、それがもう自分と向き合える時間が作れたから、もっとなんか客観的に自分を見ることができて、あ、なんかもうもっとこう楽でいいんやみたいな、ラフな感じでもっと生きていいんやって思って、そのさ、ラフな感じっていうのは、うん、じゃあ今どんな感じの生活スタイルというか、なんか朝結構睡眠があんまり取れなくて、結構睡眠不足になりがちっていうか、なかなか眠気が入ってけへんやんか。だからその眠気が入ってけへんかった時に、日本にいた時はもう、うわ寝れへん、明日試合やのにどうしようとか練習やのにどうしよう、もうコンディション最悪やんみたいな感じに陥っとってんけど、今はもうそれも受け入れて、いやもう別に目つぶっとったら寝てるんと一緒やし、まあ寝れへんかったとしても、まあ明日の試合も練習もなんとかなるやろみたいな、これがアスナのスタンダードやみたいなっていう風に考えるようにしたら、なんか別に調子を寝れんくてもなんかもうそれが普通みたいな感じで変わったから、まあ今はだから気楽にこう睡眠にこう固執せずに、それがアスナのスタイルやって思うようにしてる。昔はさ、結構こだわりもめっちゃ強いタイプだったと思ってた、私の中では、うん、いろんなことにめっちゃこだわるし、うん、すごくこう、うん、向上心もあるし、うん、そのことにこう対してこれだって決めたらもうこれでいくみたいな、ねえ、うんうんうん、タイプだと思うんだけど、その中でなんか自分がそうやって一番変わったなってなんか思うことある？そのそういう性格から。なんやろう、やっぱもうちょい柔軟になったんちゃうかな。柔軟になるなっていくの、多分経験がそうさせていくところもあるんだけど、なんかそれを受けた影響とかってなんかある？人から受けたとか本から受けたとかさ。そうやな、やっぱ韓国に行ったことがでかかったと思う。環境がそうさせた、うん、そうそうそう、うん、環境だと思う。だってアスナの周りにいる人たちはずっと一緒やから、仲間っていうか、だからほんまに自分の環境がそうさせたんやと思う。その韓国人のそのなんていうの、 特性というか民族性っていうか、はもう寂しがり屋、なんかもう一人で行動できへん。ちっちゃい時から団体生活してるから、韓国って。もうスポーツしてたら絶対、あの、寮生活やねんか、ちっちゃい時から。だから小学生からしてる子もいるし、中学生からはもう基本的にしてるし、みんな。だからもう団体生活で生きてきたから、なんかあんまり一人で入れる時間がなかったんやと思う。だから、なんていうやろ、自立心がないって言ったらちょっとあんまり良くない言い方やけど、なんかあんまり一人で行動できへんのかなとは思う。その一人でその行動するのが苦手って言えばいいのかな。うん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 。その中でもなんかそういう風に一人で行動するのが好きな子とかいるの？あ、いるいるいる、それは。そういう子もいるけど、まあ、ほとんどの子は誰かと行動したいみたいな感じ。で、アスナもその誰かと行動する？まあ、アスナは全然一人で行けるから、一人でも行動するし、まあ、誰かとも行動するし、みたいな。
そういう感じ。で、話はちょっと全然変わるけど、サッカー以外になんか興味あることって今ある？サッカー以外で興味あること？いや、めちゃめちゃ多い興味あること。じゃあ全部話して。